始まりましたハローミキティチャンネルです。今日は何でしょう。今日は、うん、ハローミキティチャンネルって、はい、見てるあのママさんの方が多いと思うんで、はい、藤本さんがどうやって保育園とか幼稚園を選んだかっていうお話を聞いてみたいなと、うんうん、皆さんの参考になればなと。確かにね、一番下の子がもう今保育園、お豆ちゃんは保育園で、上2人は全員だいたい1歳ぐらいから今保育園的な託児所とか行ってるんですけど、まあ、認可外だったり、まあ、認証だったり認可とかいろいろありますけど、その1人目の時って認可外、認証、認可の違いもよく分かんなかったんだけど、なんだろう、まずは多分金額が違ったりとかするんです。認可だと国が認めてるというかのところだから、本当は園庭がどれ、私も細かいこと分かんないですけど、園庭があるとか金額がちょっと安かったりとか、あとはこう一人親の人が優遇されて入ったり、そういうのが多分認可の保育園であって、で認証だと企業がやってたりとか、まあ、いろんな形でやってるんだけど、認証とか認可外は親が働いてなくてもそのお金を払えば基本的には入れてくれる、あの空きがあれば入れてくれる。認可はその証明書とかもいろいろね出さなきゃいけないから入れてもらえないんですけど、そうだから1歳ぐらいからうちはだいたい入れようと思って調べて、で幼稚園に上2人は行ってるんですけど、その後ね行ってるけど、でもやっぱりこう認可だとその東京だとこう区とかで行けるみたいなのが決まってたりとか、いろいろ規定があるんだけど、その、まあ、幼稚園って私立幼稚園とかが多かったりするじゃないですか。その場合はどこでも行けるわけじゃない、区をまたいだりとかできるんだけど、私はねもう毎日の送り迎えがあるっていうのを考えたら、やっぱり家の近くで探すのが私はベストじゃないかなってやっぱ思ってますね。だってさ、毎日さ、ほんと最初なんて1時間ぐらいしかいないのに迎えに行かなきゃいけないわけですよ。それなのになんかこう30分もかけていくとかいますよ。30分ぐらいかけてきてるんだろうなっていう人もいますけど、でも親の努力だよね、大変だなと思うから、まずは近くの、まあ、幼稚園なり保育園なりを、私はねもう結構見学に行くのを何でもおすすめはしてます。で自分も見学に気になるところは行ったし、それこそあで見学とかこうやって働いてるとタイミングが合わなくて行けないとかってあるじゃないですか。そういう時とかは本当にあの園に電話する、電話して、園にしたら迷惑かもしれないけど電話して、声のトーンとか後ろで聞こえる子どもの声とか、なんかあ先生元気なんだなとか、あとはこう分からないことを聞いてることに対しての対応の仕方とか、そういうのを結構見ますね。で保育園も、保育園は今回のまめちゃんの時は本当コロナ禍で全然見学には行けなくって、だから気になるところは全部電話して、その園のホームページみたいなとかいろいろ見て、気になることを直接電話して、こうですかこうですかって聞いたりとか、見学ってできますかとかも聞きましたね。それでやっぱりこう先生の声が明るい、かなんかこう活発な雰囲気だなとか、嫌な感じじゃないけどすごい静かとかさ、活気がないなみたいな、やっぱり電話して先生の話を聞いてみたりとかすると全然こうカラーが違うというか、本当にだから電話して聞くっていうのが一番かな。だからやっぱ肌で感じるっていうのが一番じゃないかなと思いますね。こういう教育してるからとかってそういうのは あります。あね、なんかねほら昔私が一人目の時とかって、それこそ認可外もあったけどそんなすごい数もなくって、で認可外って何みたいな、国認可は認められてる、認可外は認められてない認められてないって何みたいな、危険なのみたいな、やばい縁なんじゃないのみたいな、やっぱ思っちゃってたんだけど、なんかこう認可外だからこそなんか独自のカリキュラムを入れてたりとか、例えば英語やってますとかリトミックやってますとか、あそうだから今言ってるお豆ちゃんのところは企業がやってて、でもう何個か東京都内だけなのかな、よくわかんないけど何個かあって、うちの国は初めてできたって言って、本当先生も明るいし、それこそリトミッ
ックがあったりとか、そう結構ねいろんなことやってくれるんだなってすごい感動してます。そう食育とかって言って、うん、お豆ちゃんは1歳児クラスかな今いるのが、で4月から2歳児クラスに1個上がるわけじゃないですか。食育とかも上のクラスになるとなんかおやつを作ったりとかするらしいんですけど、下のクラスだと食育っていう月に1回のかな、だから食材を触るみたいな、だからかぼちゃ触ってかぼちゃの種をみんなで取るとか、キャベツの葉っぱ渡してくれてすごいちぎるとかあとこんにゃく触らせてくれてちぎるとかで、それをそのちゃんと調理して出してくれたりとかするんですよね。そうだから十分だなって思うし、なんかそんな6歳までで何やったかっていうことで、その園でできることでね、本気でやるなら習い事でやるだろうし、って考えたら、まあ、うん、そうね、だから縁に求めすぎてもいけないなとは思いますなんていうかな、もうそもそも無事に一日を迎えてくれればいいじゃないっていうところですよね。おまけでなんかリトミックやってくれてるんだとか、食育やってくれてるんだとかっていう感じかな。噂で聞いたことあるんですけど、うん、なんか3月まで入りにくいみたいな、なんかあれって何なんですか。あれって、だいたい保育園とかでも、私が知ってるところだと早くて57日ぐらいから預けられるんですよね。うん、でも57日って4月の時点で57日ってことは、3月は57日経ってないじゃないですか。うん、ってことは4月の段階でもう満杯になっちゃったりとかするんですよ。うん、で、じゃあ次、まあ、いろんな地域によって違うけど、じゃあ第2期申し込みみたいなとかなると、夏とか、うん、秋とかに申し込みにはもう、しかも1歳児クラスとかって結構激戦で、もう4月に申し込んだ時にいっぱいになるから、で入ったらなかなか出ていかないから開かないんですよね。そうだからそれで入りづらいっていうのはあるかもしれないですね。フェモさんどうですか、補活みたいな、こう預けるためにいろいろ頑張ったみたいな。私ね比較的そんなに頑張らなくても、3人目の時に関しては保育園落ちた死ぬみたいななんかあったじゃないですか。あれの後でやっぱりこう国も一生懸命待機児童をなくそうっていうので保育園もすごい増えたから、逆に今はね区によってだけど入りやすいというか、結構みんな何かしらどっかにも入れてる気がします。うん、だから改善したんだなってちょっと思ってますね。結構なんかポイント集めてなんとかかんとかって大変そうですもんね。そうそう、保育園はそのもう大体みんなポイントをマックスで持ってくるっていうのがもうマストだから働いてる親が近くにいないとか同居してないとか、もういろんなポイントがあって、まあ、もちろん一人親が一番ポイント高くて、一人親じゃない人たちはみんな同じポイントを絶対もう揃えて持ってくるから、でもなんかそれありきみたいなあ、でそこからポイントを追加するならそれこそシッターさんとか頼んで、もう領収書いっぱい集めて、預けられないからこうやってシッターさんにもお願いしてまで頼んでますっていうので、なんかちょっと優遇されるみたいなのは聞きましたけどね。ポイント集めみたいな、大変ですね。大変だけどみんな揃ってるのよ。だから共働きでっていうお家は大体もう最低限のそのポイントは持ってるから、そこから一歩出るにはシングルにはなろうと思ってなれるわけじゃないじゃない。だから本当にそういうシッターさんとか認可外みたいなところにお金を払ってでも預けなきゃいけない環境だっていうことを証明しなきゃいけないとか、そんな感じかな。でももう最近は良くなってきた。良くなってきてると思う。本当にだってみんな幼稚園行かせてるママも、幼稚園前は保育園入れたから入れてるんだよねとかっていう人とかも聞くので、うん、うちの近くは結構人気のところもありますね。やっぱりすぐ満杯になっちゃうみたいな人気のところもあるけど、そう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 。じゃあ最後にこれから保育園幼稚園入れるママパパたちに何かアドバイスあるとしたらありますか？私はその早生まれになると、みんな3歳だけどうちだけ2歳みたいな時あるじゃない、早生まれの人って。それでその幼稚園とかって3年保育3保とかだと3歳から入るじゃん。
でもその受験みたいな、まあ、受験というか、まあ、私立だと面接みたいなのとかあったりするじゃないですか。それの年がよく分かんなくなる。え、来年だと思ってたみたいな。え、もうみたいな。だからトラちゃんの時なんてみんな4月の子はさ、だいたいこう受験というか面接って11月ぐらいだから、3歳と何ヶ月っていうので受験するわけじゃないですか。でもうちは3月だから、ここの受験の時には2歳8ヶ月とかなんですよ。だから3歳になってからするもんだと思ってたら、え、もう今年なのみたいななんか年が幼稚園だと分かんなくなる、早生まれの人。え、みたいな。あ、確かに入る4月には3歳になったばっかりだけど、3歳と何週みたいな感じだけど、入るからその感覚は分かんなくなるから、ちょっと一回調べてみてって思う。早生まれある、うんうんうん、2歳ぐらいになった時にあれいつかな。だからお豆ちゃんも幼稚園に行くとしたら、もうこの2022年の11月に、まあ、受験というか面接の年なのよね。藤本家みんな早、ツータンだけ、ツータン以外みんな早い。そうだから、ツータンだけで、うちはだから本当にイベントがクリスマスから3月で基本終わるので、やっと何もなくて夏に通子さんだけお誕生日があるんだけど、うん、そうなんですよ。だそれが一回ちょっと幼稚園の人はちょっと一回調べてみてみたいな、今年ですか来年ですかみたいなのを調べてほしいのと、あとはなんか本当幼稚園もちょっとお勉強系の幼稚園もあれば、こうなんかドロンコ系の幼稚園もあったりとか、あとはね、なんか私が2人3人で行かせてて思うのは、よくあるじゃない、口コミで親が揉めてる揉めてないみたいなのとかは、それはね、縁というよりもその年の代によってやっぱり来るお母さんたちも違うから、だからあんまりそこは気にしなくてもいいのかなと思いますね。本当幼稚園とかだとバザーがあったりとか、まあ、いろんなタイミングで幼稚園の中を覗けるタイミングとか、まあ、説明会があったりとかは絶対行った方がいいし、先生の話を聞くのももちろんだけど、もうベストはその通ってる子供を見るのが一番だなと思いますよね。こう私が行かせてた幼稚園もすごいお勉強というか教育もすっごいしっかりしてくれるけど、こう園庭の時間になると本当みんな狂ったようにすごく遊んでるわかる、なんか子供らしいうわーみたいになってすごい遊んでるのになんかお歌のご用意って言ったらピッみたいな、え、軍隊みたいなぐらいすごいピシッてしてるんだけど、やっぱ子供らしさもちゃんと園庭でうわーって遊んだり、もうなんかちっちゃい三輪車みたいなの乗りましてうわーとかやってる子もいるし、でそのメリハリちゃんと子供らしさもありつつ、まあなんか教育するところはしてますっていう園もあれば、本当にもう子供らしさ重視のもうドロンコ最高みたいな園もあるから、まあ、そこはもう好き嫌いかなとも思いますよね、うん、そうね、近い方がいいと、いや近い方がいいと思う絶対に近い方がいいと思う。だってもう3年間通えないもん、無理無理無理で、よっぽどですよね。だそれこそ東京とかだとさ、ほら受験とかあるんだったらさ、その幼稚園からずっと小学校とかもつながってるようなところだったらさ、ほらなんか3年間頑張って行かせるっていう気持ちもわかるけど、だってもう幼稚園だってそんなに小学校になったら変わんないっていうのありますよね。でうちはすごいそんなピシッピシッてする幼稚園で2人とも育ってるけど、1年生に上がったらちゃんとダラダラしてたもん。あれ幼稚園の時の方がピシッとしてんなみたいなありましたよ。そう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 、まずはね、見学に一番は行けるのが一番だし、行けなかったらもう電話して直接声のトーンとか声の色とか雰囲気を見てみるっていうのもいいと思います。なのでぜひ皆さん、あとはね、絶対家の近くがおすすめですということで、はい、勉強になったでしょうかこの動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。